はい、フィンチャンネルです。今日はですね、ちょっと奥外出先から新しく出るカナリアシリーズ、カナリアの C610M。 C っていうのはベイトで、6フィート10インチのミディアムモデル、68ML と比べたら圧倒的に強いで、これでテストしたのがね、ロシア、アマゾン、ブラジルアマゾンとか石垣とか、ちょっと強い魚がいるところで、持っていける手持ちが少ない中、どれだけ、通用するかっていうのをいろいろ、どんぐらいだろう、1年ぐらいひたすらテストしまくったモデルです。で、これの特徴は、これも68と同様に汎用性がすごい高い、ロッドになります。で、汎用性が高いって言ったら、まあ、得意なものはあるんですけど、究極にこれ、1本だけ持って行って釣りをするならどれを持っていきますかっていうやつの68と比べての強いバージョンです。で、これがだいたい僕が使うのが 15g ぐらいから100g 前後までで、実際 150g までは投げたかなっていう状態なんで、ちょっとそのキャストフィールとかをね、紹介していきますね。まず重いやつからいこうかな。これ今はかり持ってきてるんで、これトモスルアっていう友達の八尾くんが作ってるルア、これでもかなりでかい、約 70g、 スナップつけて 70g ぐらいかな。これ 70g のルアーをちょっとね、肘が痛くって、右巻きが、いつもは右巻きないけど、ちょっと急遽左巻きに、まあ軽く、例えばまあちょっと遠投するね、遠投となったらコントロールできる。もう軽くで、竿の曲がりとかを見てほしいんやけど、竿の曲がりが力いっぱい、もちろん投げれるんですけど、力いっぱい投げたらちょっとこの池狭いから、狭いからもう、すぐに対岸に行ってしまうんで、軽くしか投げれませんけど、まあ軽く 4,50m、 もっとか、もっと飛ぶで、例えばああいうピンスポットに入れたいなっていう時はこういう風に操作性も、この 70g のルアーを使いつつ操作性がある、片手で軽く操作できます。ビッグベイトとかもいいんですけど、ビッグベイトで釣るってなったら、結構バキバキの棒みたいなロッドでみんなやってるけど、こういう操作性があるロッドでやればもっと面白い。ちょっとだんだんいろんなルアー上げていきますね。もっと 80g、 80ちょいかな、フック入れて 84.5 ぐらいかな。はい、このルアーだったらこんな曲がり方します。こんな状態、まあ、全然まだやる。これもティップはちょっと柔らかめに作ってます。ただベリーからバットでしっかり受け止めるん で投げる最初にしっかり入れといてやって、全然余裕に投げれる 80g、まあ、100ぐらいまでは結構軽く、まあ思いっきしバシュって投げることもあんまり少ないと思うんで、こうもうちょっと離れようか、
だったら50メーターぐらいあるかな、向こうの端まで50メーターぐらい楽勝で、ちょいキャストでしっかりロッドに重さを乗せてから投げるっていうことが可能。かつこれ系もああいうキワキワを狙いたかったらキワキワはええかな。これもこうビッグベイトやったらこうアクションがかといって、次が急に軽くします。これ 22g 急激に落とすね。 22g さっきが 80g、 85とかで 20g、 4分の1の軽さを投げるときどうなるか、もう振り抜いてください。ね、コントロールもちゃんと効きます。どう？ちゃんと映っとるかな、この凄さ。100g と 20g が同じキャストフィールで投げれる。で、軽いからコントロール効かんのじゃないのって言うたら、あそこ軽くなってるんです。で、重くし投げて同じキャストフィールが1本のロッドでできます。もっと空気抵抗があるタイプのルアー、どれでいこうかな。ミノン、こういう、これが 17g で、リップがあるからもちろん空気抵抗があって、こういうミノンをどんな感じで同じだけ飛びます。で、ジャークしようがツイッチしようが片手で結構できます。で、これ低弾性のカーボンを使ってるんで、低弾性のカーボンとちょっとグラスが入ってるのと使ってて、まあこういう細かいキャスト、全体的、例えば全体的竿の曲がりを見てもらったら、こうね、こう、ここの、ここでどれだけルアーの重みをロッドに乗せれるか。で、弾き飛ばす。なかなかね、この手のタイプのロッドってこれはこれ専用っていうのが多いんですけど、いろんなルアーを投げれる。もっとこういうスピナーベイト、これがね8分の3オンスだったかな、結構軽め。で、コントロールがちゃんと効くっていうのが分かると思います、これで。映るかな？映っとる。もう一回投げるの、同じとこ。じゃあ、もっと軽い、どこまで軽いものがいけるのって言ったら、多分ね、10g ぐらいまでかな。これはかなり軽い。何 g だろう？ 7、7g。ここになったら多分限界が来る。これは今パッと思って、まあ、リーダーの強さの方が勝ってしまってるから伸びないでしょ、ラインが。こういうのも一応
投げれます。一応ティップはすごい繊細で柔らかい。あ、全然コントロール効くね。あ、ちょっと驚き、これは。うん、遠投もできる、これだったら遠投も、あ、十分飛ぶ。こんな感じ。あとはね、アマゾンでやってたこういうバカでかいルアー、これ何グラム ?50 フック今地面ついとったから多分55とかで投げて、こう軽い力でできます。こういうのも細かいコントロールがちゃんとできる。すごいね、コントロールすごいね。思ったほどじゃないな、かなり汎用性というかルアーの幅が広い。やりやすいのは 15g ぐらいから 100g まで、で僕の場合だいたい10から150までやるロッド、カナリア68で、ターゲットはもう全てのもの、青門とかでも止めるパワーあります。ピーコックのね、80センチクラスも止めてるし、対面のロシアで対面のメーター30とかのサイズも止めれてるんで全然大丈夫。苦手な釣りはボトムをちょんちょん、例えば穴の中に入れてずっとシェイクしたりとか、アコウとかそういう釣りはちょっと苦手かもしれない。ただボトムでヘビキャロとかボトムノーシンカーとかゆっくりストロークを取るような釣りは非常にいい、ロドだと思います。で基本的には巻物が得意な釣り、得意なロッドですね。で僕の場合はだいたいビッグシューターコンパクトかブラックナインっていうリールを使ってます。でリーダーもガイドが結構でかいんで、これリーダー4号、これがリーダー100ポンドリーダーじゃない PE4 号のリーダーが100ポンドで、すり抜けは全く問題ないです。はい。で、姉妹寸がね、いくらだったかな。ちょっと詳しいスペック、忘れましたけど、57センチとかじゃないかな。56とか57だったと思います。はい。最終調整で1センチ、2センチ来る可能性がありますけど、飛行機には持っていける長さ、姉妹寸ですね。キャスト練習から帰ってきまして、でまあ収納するときに今回ケースが大幅に変わります。よいしょよいしょ。これフェルルワックス塗っとってくださいね。塗っとったら全然違うんで、フェルールワックスってこういうやつ、うちでも売ってます。これがあったら、抜けにくいし、固着しにくいんで、この手でやるときに抜けやすい。でまあこう、まあ一般的には今回ケースがねこういうケースになります。新しくなります。何が違うかって言ったら、もう大きさが違います。あ、この中にあった。でまあロッド、ベルト、適当なものを
やってもらって、まあちょっと今適当にしますね。これがワンピース、ワンピース、ああ、姉妹、姉妹さん。だいたい56センチ、7センチぐらい。で、これ1本入れます。まだまだ2本入る。2本入れても大丈夫。で、だいたい4本、5本、4、5本は入ります。で、入れてもらって、この状態で送られます。で、ケース、まあセミハードケースなんですけど、でこの中に 4,5 本入れつつで、このまんま機内持ち込みも可能だし、ここに D 缶を 1,2,3 つ、あ、ここにね、ここにもしかしたらタグが来るかも、まだちょっと見て、で、まあ取っ手があって D 缶があって、ここがここと位置が違うんですね。で、まあ何でも釣り人だったら結構持ってるベルト系、ここにパチンパチンと入れてやったり、例えばこういうミリタリーコンパクトあるじゃないですか、これのバンドを外してやりの、こうパチンって入れて、て入れてこう斜めになるっていうことは、こういうたすき掛けができる、きれいになってる、うん、こういう感じとか、ここに D 缶をつけてもらったらなんか引っ掛けたりもできるし、まあ、何かしら便利な D 缶が3つ付いてます。で、中は中にもこういうベルトが付いてるんで固定もできるし、ここにねジッパーがあるんで、抜こうと思えばこのプラ板も抜けます、このプラスチックの。ただもうほぼ抜かんと思う、これはもう抜けたり、何かしら便利なロッドケースがこれ1個あったら 4,5 本入るから、遠征これ1本で十分っていうぐらい容量あります。なのでこれが全部につきます。まあいらん、もうケース持っとるからいらんよいう人は我慢して使ってください。はい、こんな感じですね。カナリア6点、多分2月の頭発送になるんじゃないかなと、で思いますね。2月の頭に受注も取って、2月の頭から中旬に発送予定ですね。カナリア6点、お楽しみに。